なんと回るんです。回しても掃除できるわけじゃありませんが、ついつい回したくなるようなキーホルダーです。ドスンのキーチャレンジしたことある方にはこれはもうかなりの思い出があると思うんですけども、なかなか難しいキーチャレンジになってるので、それを家で表現できるような感じになってます。になっていて、こうやってめくると色が変わるタイプになってます。これは画期的ですよね。こんな感じで赤や青に変えることができます。体につけるとこんな感じになります。かなりミニでほとんど物が入らないので、ほんとおしゃれ用のバッグっていう感じになります。ゆらゆらと揺れるのでとっても可愛いです。友達同士でわけわけしてもいいですよね。皆さんはどちらがお好みですか？これ悩みますよね。じゃんけんしてこう決める感じになるんでしょうか。そして後ろがクッパジュニアなんです。これもめっちゃ可愛いです。この走りめっちゃ可愛くないですか？もうエンドレスでずっとやりたくなる感じで、職場で持っていくと多分迷惑になるので気をつけてください。
こういうミニゲーム昔めっちゃやりませんでした。私たくさん持ってた気がします。ちょっと子供に戻った気持ちでやってみたいなと思ったんですけども、3つもついてるのでちょっと分けてね、これはみんなでやりたいなというふうに思います。いかがでしたか？今回任天堂が豊富でしたね。どうしても見逃しがあるかと思います。そういった場合はまた見つけ次第、報告させていただきたいと思います。今後もどんどん新しい情報をアップしていきますので、見逃したくないよって方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。